今回は膝のためのトレーニングをします。膝の痛みを防ぐには股関節、足首の関節が柔らかく動くことがとても大切です。そして向きを揃えて動かせること、太ももの筋肉がしっかりしていること、これらがすべて揃って膝のためのトレーニングになります。では始めてみましょう。まずリラックスしてください。そして股関節を内外内外楽に動かしてください。スムースに動きますか？いいですね。力を抜いて、関節は力を抜いた方がしっかり動きますね。力を入れると動きがあまり良くありません。今は力を抜いて早く動かしてください。にょーん、 OK です。足首を少し回してみましょう。足首は回りますか？はい。外回しから内回しに足首だけを回してみましょう。そうですね。反対の足首はどうですか？また体操の後で同じことをやってみます。外側に行かない人が多いですから、外側しっかり動かすようにしてください。反対回しです。大丈夫ですか？ OK です。では次、骨盤の動きも大事ですね。骨盤を立ててみて、そしてふっと緩めます。そうです、骨盤を立てて、はい、緩めます。良い姿勢で歩けることは膝関節の負担をすごく減らします。そのためには骨盤の動きがとても大事です。少し早く動かしましょう。1、2、3、4、動きますか？6、7、8、9、最後です。 OK です。はい、では背筋を伸ばします。ではもものトレーニングに行ってみたいと思います。まずかかとをしっかりと押し出すようにして膝を伸ばしてみてください。上げるというよりは膝裏を伸ばすという意識です。太ももの前、硬くなってますか？どうですか？はい、ですね。はい、反対側もチェックしてみてください。ももの外側とお皿のこの内側、内側が弱い方がとても多いです。ですから足を開かないでまっすぐに上げる、これが大事ですね。 OK です。じゃあ10回ずつやってみたいと思います。いきましょう。せーの、1、2、3。そうです、太ももに力こぶを作る意識。6、7、8、9、最後です。かかとを押し出して骨盤を立てます。意識的にかかとの位置をあと少し高く、で我慢します。結構きついです。はい、 OK です。反対側いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、止めます。かかとを押し出して骨盤を立てます。かかとの位置をあと少し上に、ももの上の方にも効いてきますね。お皿の近くもしっかり硬くなっていると思います。はい、 OK です。ちょっと休みましょう。大丈夫ですか？はい、今度は足の付け根とももの上の筋肉ですね、ここにしっかりと刺激を与えます。背筋を伸ばしたままで膝を曲げて持ち上げます。どうですか？足の付け根しっかり硬くなってますか？で、膝が開いたり内に入ったりしません。なるべくまっすぐ、付け根と膝とつま先の向きを揃えるように意識します。はい、反対側です。ぎゅっ、どうですか？腰が落ちてきますね。高く上げるというよりも腰を立てる。はい、いいですね。じゃあ10回ずつ行ってみたいと思います。行きましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
2、3、4、5、大丈夫ですか？大丈夫ですか？8、9、そうです、腰を立てます。膝の位置をもう少し上に。 OK、 はい、反対いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、腰を立てて膝の位置をもう少し上に。はい、でしょう。足の付け根とももの上に刺激が行きました。しっかりした姿勢で歩けると膝への負担は減ります。ですから足の付け根、腸腰筋、この筋肉の力がとても大切になります。はい、ではもう一度ももの前、頑張って外側と内側を鍛えます。足をしっかりと膝の裏を伸ばしてください。このまま骨盤をあまり動かさないで、はい、ももの外側を使って足を開きます。大丈夫ですか？お尻の横っちょもかなりキュッと硬くなっていると思います。内ももで戻ってきます。はい、でしょう。反対側もやってみましょう。しっかりと膝の裏を伸ばして足を伸ばします。そのまま外に開きます。お尻も大変ですね。はい、内ももを使って戻ってきます。はい、下ろします。これはとっても大変です。だからしっかりと1回やれるとそれだけでも効果があると思います。膝をしっかり閉じて、ぐっ内側に力を入れましょう。この時に骨盤を立ててお腹を引っ込めます。7秒間ぐらいキープします。いいですか？まあ5秒から7秒、大体で大丈夫ですよ。はい、緩めます。もう一度いきましょう。はい、グッ、膝を閉じて背筋を伸ばします。はい、緩めます。最後です。もう一度です。ギュッ。意識ができない方はボールを挟むといいですね。ボールをギューッと挟む感じです。はい、でしょう。 OK です。ちょっと休みましょう。大丈夫ですか？そして膝が痛くならないためには足の指がしっかり使えるということが大事です。足の指、皆さんパーッと開きますか？指です。そうですね。ではギュッ、閉じましょう。指でギュッ。足の裏がつりそうになるかもしれません。もう一回開きましょう。大丈夫ですか？チョキはできますか？チョキです。反対のチョキです。大丈夫？はい、グー。はい、チョキ。はい、パー。大丈夫？グー。チョキ。パー。OK です。指を開いたまま、かかとを、足を近づけてください。指を開いたまま、かかとを思いっきり上げます。小指まで全部床についていますか？ふくらはぎがすごく硬くなります。大丈夫ですか？で、指の付け根で床をギュッと押します。大丈夫ですか？もう一回です。ギュッ、指を開きます。はい、指を開きます。指を開きます。指を開きます。はい、ですね。指を開く、これがとても大事です。そして時間があるときにはタオルを足の指でかき集めてくる、こういった体操がとても指を使うためには効果的になります。次にすねの筋肉を鍛えます。つま先を上げてみます。いきましょう。せーの、1、2、3、4、5。大丈夫ですか？4、8、9。あと10回やってみましょう。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。上げっぱなしです。上げっぱなしです。 OK です。ちょっと力を抜いて足首回してみてください。
どうですか？最初よりも少し動きが良くなってればいい感じ。内回しもどうぞ。反対の足もどうぞ。回してみます。内回しもどうぞ。OK です。そして膝のお皿、この動きも大事になってきます。お皿は皆さん動かしたことありますか？どうでしょう？はい、良かったです。上下左右に自分の手で動かしてみてください。力を入れるとお皿は固定されます。なるべく力を抜いて動かしてください。お皿の動きが悪くなると立ったり座ったりするときに膝に痛みが出やすくなります。お皿周りの靭帯、そして筋肉を柔らかく保つことが大事です。いいでしょうか？お皿がスムースに動くようになると膝を曲げて引きつけるのも楽になります。ももの前のストレッチをします。どうぞ胸に抱えてみてください。膝が痛い人は手は下から入れた方がいいと思います。あまり曲げないで台の上に乗っけちゃってもいいですよ。椅子の上に乗っからない人はこれでいいです。わざわざ乗っけなくても大丈夫。膝を曲げることがももの前の筋肉のストレッチになります。膝が痛くて正座ができない方はなかなかももの前が伸ばせないので、こういうふうにして伸ばしてもらうといいですね。はい、反対側も行います。下から持って、はい、引きつけるだけでいいでしょう。膝に全く問題がない場合はしっかりと胸に引きつけていただいても大丈夫。はい、OK です。では今度は内側を伸ばします。膝が痛くない場合は椅子の上に乗っけてください。痛い場合は横に開いて、そうです、ここの膝の角度、この角度が90度よりも狭くなると膝には痛みが出やすいです。ですからこれで大丈夫。はい、前に倒します。手で膝を外に押しながら前に倒します。乗っけている人はこのまま前に倒します。足が椅子の上に乗っかる人はお尻もすごく伸びますね。はい、 OK です。反対側です。もう一回いきます。内側です。大丈夫ですか？そうです。はい、前に倒します。膝が痛い人は上げないで膝を外に押しながら前に倒します。これはももの内側の筋肉のストレッチです。はい、 OK です。今度はももの外側です。足をかけられますか？膝の向きを内側にします。開いたままでは外側が伸びません。内旋と言いますが内側にします。そして背筋を伸ばして体をひねります。ももの外側伸びてますか？はい、良かったです。はい、いいでしょう。反対側も行います。足をかけてこのままではなくってしっかりと内側に向けます。そして体をひねります。変形性膝関節症の人はももの外側がすごく硬い場合が多いんですね。ですからこのももの外側を伸ばすストレッチとても大切です。はい、 OK です。ではももの裏側を伸ばします。少し前に座ってください。かかとを遠くに滑らせて、はい、そのまま付け根から前に倒します。太ももの力は抜いてください。ももの裏側とふくらはぎが伸びている感じがありますか？はい、
伸びてる感じが大事です。はい、反対側も行きましょう。息を止めないで息を吐きながら、ふー、付け根から体を前に倒します。ももの裏側、ふくらはぎが伸びてる感じがするといいですね。はい、いいでしょう。はい、もう一度骨盤をしっかりと立てます。膝が痛いときはももの前のトレーニングがとても大事ですが、ここだけでは十分とは言えません。股関節、足首の関節を柔らかく、そして前と後ろをしっかり伸ばしていくことで膝の動きがスムーズになると思います。毎日やってみてください。